プロフェッサー、ドクター・ドクター、H.C. ボルフガング・フーバー・ボルフガング・フーバーは、ドイツの福音主義神学者。1993年から2009年11月まで、ベルリン・ブランデンブルクシュレージシェ、オーバー・ラウジッツ福音主義協会監督、2003年11月から2009年10月まで、ドイツ福音主義協会常ね委員会議長を務めた。1942年8月12日、 ドイツ領であったアルザスのストラスブールにおいてナチス国家と親密だった過去もある有名な法律家一家のもとに五人兄弟の末っ子として生まれた。父は第三帝国時代における指導的な憲法学者エルンスト・ルードルフ・フーバー、母は弁護士であるシュバルツバルトのファルカウにおいて成人、ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク、ゲオルク・アウグスト大学ゲティンゲン、エヴァハルト、 カール大学中ビンゲンで学んだ。1966年、博士号を授与される。1972年、ルプレヒトカール大学ハイデルベルクにおいて、大学教授資格を取得。1966年から1968年まで、ビュルテンベルク福音主義集教会牧師保の職に就く。1968年から1980年まで、ハイデルベルクにある。 福音主義進学研究所の研究員、副所長を務める。1975年から1980年まで、福音合同協会進学諮問委員会の委員。1980年から1994年まで、ドイツ福音主義協会大会の幹部会員を務める。1980年から1984年まで、フィリップ大学マールブルク教授。 1984年から1994年までに、ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク、進学部組織進学教授。1983年から1985年まで、ドイツ福音主義協会大会議長を務める。1993年に、ベルリン・ブランデンブルク・シュレージシェ、オーバー・ラウジッツ福音主義協会の監督に就任。1997年に、 ドイツ福音主義協会の常議員に選出される。2003年11月から2009年10月までドイツ福音主義協会常議員会の議長であった。フーバーは、進学的、倫理的課題に関する様々な事項を研究している。その中でも、学問的に重要な定期に関しては、ディートリヒ・ボンヘッファー進学に基づいて行われている。 ボンヘファー全集改訂版の責任編集も担当している。父エルンツとルードルフ・フーバーとともにドイツ国家協会法に関する文章を集めた五感本選集を出版している。彼の業績における学問的研究はコミュニケーションにおける自由概念の中心的位置を強調している。彼の進学と公共への関与はキリスト教は 生きることに放出する自由な宗教であるという信念で理由付けられる。マルティン・ルターの宗教改革における自由に関する福音の新発見がフーバーの自由理解にとって出発点になっている。彼は最初の頃からその責任ある自由の概念を強調していた。このような自由理解は人間の個性と社会性を互いに結びつける。 利益を得るための自己実現として狭められて考えられた自由理解を、フーバーは超越している。社会学者、マックス・ベイバー、進学者、ディートリヒ・ボンヘッファー、哲学者、ハンス・ヨナスに習って、我々が現代の状況下で生きるために、フーバーは責任倫理を発展させている。このアプローチは、現代における倫理的問いの方向に、彼の研究を向かわせた。 再三再司、彼は経済倫理、政治倫理、生命倫理に関する問いかけという意味で見解を表明している。ありがとうございます。